大体1分でわかる今日のエンタメ。アニメ鬼滅の刃で炭治郎役を務める声優の花江夏樹さんが11月3日にツイッターを更新。一部メディアで前日に鬼滅関連の取材をほとんど NG にし、すっかり天狗になったと報じられたことへの起点の聞かせ方がうまいと反響を呼んでいます。一部メディアが12日に報じたのは、劇場版鬼滅の刃無限列車編の大ヒットに関連し、花江さんのもとに多数の取材依頼が殺到しているものの、そのほとんどを NG としており、天狗になったと伝える内容。翌日にツイッターを更新した花江さんは、天狗の顔がプリントされた天狗ビーフステーキジャーキーの写真を添えて、美味しいなぁと一言。明らかに報道を意識した投稿は、前日の記事にモヤモヤした気持ちを抱いていたファンの心に温かなユーモアとして伝わり、自らネタにしに行くタイプ、ネタにできる花江くん好きなど、喜びと感謝の声がネットに現在進行形で増え続けています。